候補地の詳細調査の返上というふうなことがありましたので、よろしくお願いします。10月の14日に、洪水調査の方ですね、共に環境省と、私どもとやらせていただいたわけでございますが、その結果におきまして、寺島入りがですね、詳細調査の候補地にあらずというふうなことがですね、判明したというふうに思っておりまして、今回、議会、それと、町と合わせまして、返上に上がったというふうなことでございますので、どうぞよろしくお願いします。先般の豪雨調査につきましては、これはあくまでですね、豪雨の調査だということで、理解をいたしておりますので、そのことによってですね、詳細調査の候補地を返上するということは、残念ながらの私どもとしては理解がしがたいという考えでございます。ただいずれにせよ考え方に相違があるからこそ、私はやはり国と町あるいは県と対話をこれから続けていくということが重要だというふうに思っております。丁寧に説明をし、ご理解をいただく努力を重ねてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。今日お越しいただきまして大変ありがとうございました。これ、庄屋町民の、願いっていうかでありますから、私はただそれを伝えたということでありまして、町全体がそういうことだというふうにご理解いただいてよろしいかというふうに思います。我々としては、もうそういうことで、一区切りをつけたいというふうに思っておりますから、そういう方向で進ませていただきたいなというふうに思います。はい、環境省の、井上副大臣も今も言ったけれども、丁寧な説明をして理解をしていただくと言ってるけど、丁寧な説明をして皆さんは理解をされますかという質問をしたらね、全員が丁寧な説明をされても受け入れられないということをはっきりね、昨日町民の人たちが言っておりました。まさにこれがこの指定廃棄物の最終処分場の問題ですから、いくらね、大臣や環境省の役人が丁寧に説明してもこれは理解されない問題ということを皆さんにも認識してほしい、こう思います。